はい、森郎です。今日は、えー、普段やらないことをやろうと思いまして、えー、何かというとこれでです。す、えー。シュューーズレビューです、はいえー、私ランニングをしておりまして、まあ、フルマラソンのレースなども出ているんですけども、まあ、タイムはっていうとねまだ去年の東京マラソンで、まあ、コンディションもそんな良くなかった中でベストタイムで3時間5分。 でしたが、まあ、あの今年、今年ちょっと、ね、いろいろコロナの影響とかでレースもなかったですしそもそもまあ出る予定もそんななかったんですがハーフマラソンで1時間25分で走っておりますので一応、ね、一応まあサブスリーをできるあの県内にいるなというところで、まあ、次こそという状態なわけですよ。 はい。まあまあまあ、そんな僕ぐらいのレベルの人間で、まあ、 やっぱりね、仕事が運動指導者ですから、まあその靴のなんかこういろいろ使ってみたりだとか、まあそのトレーニングの方法とか、まあそういう陸上グッズっていうのはやっぱり興味がありまして、はい。で、その中で、まあ僕なりのこのシューズレビューをさせていただきたいなと思うんですけども、なんでブルックスなんて <laughs> 初回なんでブルックスなんて思うかもしれないですけど、これね、今全く手に入んないんですよね、はい。 あのまあ、作ってる数も少ないのかわかんないですけどまあ、初めて発売してもすぐなくなったみたいででその後、えー、また再販したんですがそれも今もうないという状態ですこのブルックスハイペリオンエリートですねはい。 まあこれ気になってる方どれぐらいいるのかなと思って調べてみるとまあ全然検索されてないみたいなんですがはいまあこれをねレビューされてる方もねちょっと国内でほとんどいらっしゃらないはいであったとしてもそんなに再生回数伸びてないっていう状態のまあブルーオーシャンもブルーオーシャンのところにこいつを放り投げていこうと思うんですけどもそもそもブルックスってあんま日本人としては なじみがないんですよね。うん、で、ブルックス、どこに売ってんのって言ったら、ブルックスの販売店がそもそもほぼほぼないと、うん。で、僕はこれどこで買ったかっていうと、新宿のハルクスポーツに、まあちょっとそれが売ってる一角があるんですね。はい。もうほんと一角なんですけども、そこで、えー、僕のサイズが25.5なんですけど、それがゲットできました。はい。実はそれの前に、えっ、ー、と、渋谷のですね、ゼビオ。 渋谷のゼビオで、えー、購入をしようと思って渋谷のゼビオに行ったんですよそしたら25があったのかな26だったのかなちょっとワンサイズ上か下かがあったんですよ、うん、でそこでどうしようかなとは思ったんですがやめときました僕本当にね速長がこれ25.5じゃないと合わないんですよ、うん、僕はね うん、でメーカーによって違うのも分かるんですけどこれであこのやつはちょっとサイズ1サイズ小さめの方がいいですよとかよく言われるんですけどいやいやあの大体いいそうすると指が詰まって痛いとかっていうことが起こるんですよなんか小指が長いみたいで僕は、うん、小指がゴスゴス当たるんですよね、うん、なので怖くてやっぱ25.5を買ったんですが、まあ、まずこのブルックスっていうメーカーマイナーなかと思いきやアメリカではナンバーワンシェアのメーカーなんですよ。 ナンンバーワンシェアなんですよ日本でいうアシックスみたいな、うん、今アシックスかナンバーワンか分かんないですけどアシックスみたいな老舗メーカーなんですよね。うん、でそこがこの、えー、いわゆるカーボンミッドソールっていうミッドねこれがアウトソールですからミッド中のソールのソールの中の方にカーボンプレート今話題のナイキのねベイパーフライとかに入っているやつですよ。それを 入れて販売したところ、まあ非常に人気という状況ですね。もともとハイペリオンっていう靴があった中にエリートとつけてカーボンプレートを入れたやつなんですが、まあこれの、まあ、印象ですね。印象はまず軽い。うん。え、これめっちゃ軽いみたいな。もうふわふわの軽さっていうのがあるのと、で、履いた感じのフィット感がいいってめちゃくちゃみんな言うんですよ。んなんかフィット感がとにかくいいっていうのと、で、 なんですかね軽いっていうのと、で、クッション性どうなのあ、クッション性ぶっちゃけ言うと、全然ねえです。うん。あの、これ系の靴の中では、もう、ほとんどないと言ってもいいっていうぐらい、全くないっていうわけじゃないんですけど、これ系の靴の中では、相当硬めだと思うのですごいこう、ね、厚底って最近言われてるから、クッションがあると思いきや、別にそうでもないんですよ。うん。 じゃあ何なのこれのいいところってなるんですがこれのいいところはこの反り返りわかりますこの反り返り。うんロッカー機能ってよく言われてるんですがこのロッカー機能がこうつるンとつるんといくようになってるんですよね。うんで 結構これは最近の流行りで、うん、今までは結構かかとが高めになっていてでシュッとこう坂道みたいになってたんでついて坂道を下るつか道を下るみたいな感じなんですけど最近はここのフラ,フラットになり気味になってそこからつるんとつるんと転がるこのロッキングロッカー機能が備わってる靴が非常に出てきてるんですがそこにこのカーボンが一躍買ってる。なぜかっていうとうカーボン で薄いやつなんですけど特徴としては軽くて硬い軽くて硬いっていうイメージなんですねでナイキのベーパーフライとかなんかはこうグニャって潰れてポーンみたいなイメージがあるんですけれどこれは違うこれはもうそこにカチカチのものが入ってることでついたらコロンとついたらコロンとすぐに転がるっていうことによって設置時間がまあ短くなるというか最後のところまで蹴れるっていう感じなんですよねうん足がこうねこうボンときた時に ポンと地面ついた時にころっと転がると何がいいかっていうところなんですよ。この足。足で説明すると、あよかった、ちょうど右足だ。この足で説明すると、こう、まあ、なるべくこういう靴とかってかかとからつかないんですよね。かかとからついちゃうと、こうきて、こう <laughs> き,きちゃうんで、パンっていっちゃうので、ここの恩恵があず授かれないというか、うん、ついた時にこう、これ、いけないんですよね。 うん、まあこういうふうに走ってるとは思うんですけどもこうやって走ってると思うんですけど押すポイントがずれてきちゃうっていうことがあるのでミッドフットかフォアフットっていうところがまず大事なんですよねはいおでこの状態でガシッとこうついた時に見てくださいねこっちすねの骨がありますこうついた時にすねの骨がこうぐしゃっと前に倒れてくれるでポンと飛んでいくわけですよこのくしゃって潰れるのが大事なわけここがね この足首のところにしっかり入ってこうすねが倒れてその状態も一緒に持ってかれるっていう状態ですね。うん、これをこういうふうに蹴ってるんじゃなくて乗ってコロンっていう感じなのでこの状態で考えると乗って転んですね、うん。だからこう蹴ってるんじゃなくて乗って体が持ってかれるっていうイメージです。 だから、うまく、このロッキングに乗らなきゃいけないんですけど、これカーボンなかったらどうなりますぐしゃって潰れて、うまくすねが倒れないっていうことが起きてきちゃうので、これが非常に効果的っていうところなんですね。実際これ履いてみたら、コロンコロン転がる感じはめちゃくちゃわかります。うん。だから、まあ、硬い方がいいのかなっていうイメージは確かにあります。はい。で、まあ、本当に、あの、硬い硬いって言ってますけど、 あのアスファルトで僕はこれでフルマラソン走れないです僕はね僕レベルだったら分かんないですよ2時間半とか切るレベルぐらいになってきたら正直これでいいのかもしれないんですけど、まあ、僕はせいぜいハーフもしんどいですねうん10キロぐらいならなんとかっていうイメージです僕だったら僕だったらはいまあ本当のあのエリートの方とかは分かんないですはいで まあその10キロ15キロぐら,いまあねぐらいまでだったらいけそうな靴かなハーフいけるハーフで履かないな僕はっていうような感じなんですけどじゃあ僕これ何使うのって言ったら僕はこれを競技場で競技場でえーペース走ですねはいなのでレースペースよりやや遅いぐらいペースで言うと,えとキロ4分あたり。 ああレースペースより早いな。はい。<laughs> キロ4分あたりから、まあ、4分切るぐらいのペースで、長い距離といっても10キロぐらい程度までの練習ですね。ポイント練習で使うのにいいなって思ったんですよね。アスファルトでは僕は、まあ、短ければ5キロぐらいまでだったら使うかもしれないですけど、あんまりこれをそんなに多用しないかな。うん、で、あくまで僕はこれは練習用に使う。うん、レースではあんんまりうん こ,いこれで勝負だっていう感じにはあんまりなってこないです、うん、正直はいで、えー、ここに出してくるの引き合い出してくるのがこれですよはいナイキベーパーフライネクストパーセントですねはっきり言ってこれ最強なんですよね、うん、でもぶっちゃけ僕もこれで、えー、フルマラソンのレース走りきれるか分かんないです 去年ベイパーフライのこれの1個前の、えー、と4%のフライニットのやつで走ってベストタイムだったんですがもう本当に走らされる感覚ものすごいんですよね走らされる感覚ものすごいんだけどそのせいで後半潰れちゃうっていうことが起きてくる怖さがこれにあるんですよねうん多分ね本当これ2時間半ぐらいまでしか 耐久力なななないいいんじゃないかなってううような体のね走らされちゃってもう疲れさせられちゃうんですよねうん使わざるべきとこを使わないとこの靴のいいとこが、うん、得られないっていう感じなんですけどこれも同じカーボンプレス入ってんすよ。でただこれ見てわかるのかな入ってるここがこうスプーン状になってるんですよね。うん、こののハイペリオンとの違いは まあハイペリオンがどちらかというと普通にこういうラウンド状に入っているよっていうのに対してベイパーはカクンってこここで落ちるんですよねこのスプーン状の形状がスプーン状の形状が何を示しているのかっていうとさっきみたいな設置するじゃないですか。でこう設置する時に転がる前に体重がぐにょって乗る時にここの。 ズーム X って言ってめちゃくちゃ柔らかい素材があるんですけど、このズーム X のところにぐしゃって潰れて、それで得た反発力を元にポーンって飛んじゃうんですよね。うん。で、これは、 言ったように沈み込んで沈み込まないからただころって転がるこれ,これが楽になっていく人っていうのもいると思うんですけどぐしゃっと潰れてポーンぐしゃっと潰れてポーンを繰り返すっていうのはエネルギーリターンっていうんですけどこのエネルギーリターンがとんでもなく考えられた靴なのでうんこれは本当やばいですで重さで言うとほぼ変わらないです どっちも僕は25.5ですけど2 7七セで100200を切るぐらい1 9 0ムぐらいらしいので重さはうん,なんとなくこれの方がソールが重いのかなっていう感じ全体的にふわっと軽い感じちょっとソールの部分の重さアッパーの部分この上の部分がこっちの方が軽いのかなっていう感覚はありますけどうん本当これはよく考えられてる正直言いますレースとか勝負ならこれですうん で耐久性とかも相当増してるし相当考えられてるのがこの現状一番すごいのかな僕はアルファフライ履いたことないしアルファフライの凄さはわかんないんですけどね日本記録が出てますからね、うん、ただね箱根駅伝とかを席巻したまあ箱根駅伝から実業,駅実業団駅伝からもういろんなレースを席巻したこのシューズがやっぱりすごいっていうのは。 間違いないいなと思います。僕もこれを履いてハーフマラソンベストタイム1時間25分出たんですけど気持ち的には1時間27分のつもりで走ったのに、ね、28分切れたらいいやと思ってたらゴールしたら25分だったっていう。 ね、自分でも「えこれ早すぎない早すぎない」ないって見て怯えながら走ったらそのままゴールしちゃったみたいな感じの靴が、まあ、こ,れこれのレビューじゃないからこれはとにかくすごいぞっていう話なんですけど、まあ、それまだこれでね本格的に練習とかあのジョグぐらいしかまだしたことないんですけど感覚的にはあ,あこいつ勝てえなっていう感覚です。でよく引き合いに出されるのが初代ズームフライ、うん、これベイパーフライですけどこのベイパーフライこれ3代目。 じゃないですか。この3代目になる前の、えー、と1代目の時のベーパーフライの時の廉価版ですねのズームフライと非常に似てると言われるんですがただその時のズームフライは、えー、とカーボンプレート入ってなくてナイロンプレートだったのでそれよりは硬さを感じます転がる感じはありますが印象的にズームフライが良くなったっていう感じですねそのレベル階っていう感じなんですけど全然ズームフライその時のズームフライより全然いいんですよこっちの方が。うん、ただ 練習でどういう用途でこれを使うのかっていうところが問題だと思います。うん、これをレースで使いたいっていう人もいるかもしれないしね実際のところナイキと比べてどうなのって思われる方が多いと思うんですが機能的にはそりゃナイキ。うん、けどこの靴はこの靴の良さがあるんで、うん、僕はこの靴でこの靴 こっち、ベイパーで競技場を走るっていうのは、ぐにゅぐにゅなので、やっぱり柔らかすぎるんですよね、逆に。柔らかすぎちゃって、コーナーで捻挫しそうになる人、こうぐにゃぐにゃってなっちゃうので、うん、これがうまいこと走れる人もいるんでしょうけど、レースで走る人もいますけど、確かに早くは走れるけど、怪我しちゃう感じするんですよね。もう上がブレちゃって、うん。で、これでましてや練習なんていうのは、僕みたいな素人ランナーには無理です。はい。で、やっぱりこれは、 アスファルトで早く走るための靴として作られてるんだなって思うのでこの靴で履くときはよっぽどの狙った練習かレースかまあほぼレースっていう感じですね。はい、で,で、まあ、そうですね感覚を思い出すためにちょっとレース前とかなんかの1週間に1回だけちょっと使うかなポイント練習でみたいな感じですがこれは普段のむしろあの競技場。 普段乗ってあんまり競技場行く人いらないかもしれないですけど競技場とかなんかの、えー、タータンですねあのタータンのゴムのトラックにフィットしやすいんじゃないかなっていうふうに思ってますまたこれとまた似た履き心地であるのがホカオネオネっていうメーカーの、あのー、カーボン X っていう靴があるんですよで実はゼビオでカーボン X も履かせてもらいました同じようにはい で、片足ずつ、片足これ、片足あのー、カッボ X っていう感じで走ってみたんですけど、まあ似てるんですよね。この転具合が。な、コンセプトは一緒です。あの、ナイキみたいにズボッと落ちるんじゃなくて、ラウンドしてるから転がりやすくなってるんですけど、 重さで言うとカーボン X の方が重いです。こっちの方が軽いです。カーボン X の方がただクッション性があるので、えっ、ー、と、僕がフルマラソン走るよっていう時に、レースで、レースで考えるなら、ベイパーフライよりもこれよりもカーボン X 使うかもしれないです。 っていうのは、あれが100キロマラソン想定されているので、えー、まあね、2時間そこそこで走るフルマラソン選手に比べて、僕は、えー、と、100キロマラソンの、100キロマラソンのレースペースの方が、トップ選手のレースペースの方が、まだ近くて、それに想定されるんじゃないかなって思うからです。まあもちろんカーボン X は買ってないですけど、うん、今ね、今フルマラソンがあるなら、ちょっとカーボン X 考えようかなとは、 思うところなんですけどね、うん。あとニューバランスの,あのフューエルセルの、えー、RC ですねあれがちょっと、ね、年内に出るかどうかわかんないんですが TC はあれは練習よっていうところらしいので、うんね、ちょっとニューバランスが気になるところだったんですがまずこいつ履いてみようって思ったところまあちょっと硬いかなっていう印象でした。 はい、だから僕3時間ぐらいの人間としてはレースでもしかしたら走り方にもよると思いますが、えー、カーボン X の方がもしかしたら後半持ちやすい靴なのかな って思うし、えー、こいつだと僕はハーフまでで限界かなって思うし実際この人もハーフまでで走るならめちゃくちゃベストに走らせてくれるんだけどもう走らされちゃうんでもう相当強い体幹とか足の耐久力がないととかただほんと時間的にんまあね本当に2時間半とか、まあ本当にね人によると思うんですけど。 難しいなこいなこつで走るのはって思います、はい。もうあのこれの前の4%でレース2回ぐらいやっぱり走ってみて後半潰れる感が強いな僕の走り方からするとねまだ全然走り方がなってないのかもしれないし僕の走り方からすると後半までねちょっと持たないというかオーバーペースで走らされちゃう感、うん、そのペースのコントロールが難しい靴だなっていうのがあってうん。 えー、コンスタントにコロンコロン転がっていく方が、えー、自分の力量が分かりながら最終的にエネルギーを節約できるのかなと思うのでこれよりもクッション性のあるカーボン X の方がレース向きでこれはどちらかというと練習向きななのかなと思います靴自体はめちゃくちゃいいです。うん、もし、えーね いろんな今の靴がこのカーボンの時代がっていう時になる前にこれが出てたら相当みんなこれ履いてたんじゃないかなっていうぐらいの靴ですね、うん、もうね数年前なんかみんな薄い靴の硬い靴でね走ってましたからそんなに比べたらこんなこんな転がる感じってなかったですからこの転がるがね今すごく大事なのかなトレンドなのかなっていうふうには 思いいますはい、カーボンはバネじゃなくてあくまでこの潰れた時の安定感これがぐしゃっていってポンっていくのかぐわっと前に倒れるかの違いがベーパーの違いベーパーとの違いなのかなっていうふうには僕は思いますのでハイ、はい、ペリオンエリートおすすめかどうかはわかんないけど僕はありだとは思います。